今月幹事社 AKT の石川と申します。よろしくお願いいたします。はい、初めに、知事からの発表事項があるということですのでよろしくお願いいたします。はい、まず最初に、今日は2点ございます。まず最初に、この16から22日土曜日までタイと台湾を訪問し、まあ、トップセールスを行ってまいりました。まあ、その状況でございます。まずタイでは ASEAN 諸国での事業展開を目指す本県企業や関連企業の活動支援に向けまして、タイの工業省、まあ、日本で言えば経済産業省の工業部門ということですね。あとは現地の金融機関を訪問し意見交換を行ってまいりました。また2020東京オリンピックの事前合宿誘致に向けましてタイのバドミントン協会と継続的な相互交流に関する基本合意書の締結を行うとともに本県への観光誘客やスポーツ交流の推進を図るため観光庁あるいはスポーツ庁を訪問したほか、バンコクの秋田県人会会長と意見交換を行ってまいりました。で、また台湾では現地の航空会社3社を訪問し今週以降のチャーター便運航にかかる働きかけを行った結果、エバー航空および中華航空によります秋のチャーター便の運航がほぼ決定したという状況でございます。また現地企業と本県企業との連携強化に向けまして台湾の経済部工業局傘下の組織でございます対日産業連携推進オフィスとの間で覚書を締結してまいりました。今回の訪問では県内7つの自治体の首長さんも同行しましてタイの県人会との情報交換会あるいは台湾での旅行会社等を招いた晩餐会におきましてそれぞれの自治体の観光のプレゼンステーションを行ってもらいまして積極的な PR 活動を行っております。新しく、まあ、昨年までもいくつかの市長さんが同行しますけども、まあ、また今年もいくつか増えまして、まあ、それぞれ、の自治体で自分のところのプレゼンを行った結果さまざまな、まあ、あちらからの、まあ、つながりというものができたものと思っています。まあ、ここに書いてあります、通りでございますが例えば、タイではですね秋田牛これが台湾はね別の輸入輸出はできないんですけどもタイは、日本からの肉類の輸出ができまして、台湾のですね有力なそのチェーン店でいわゆる秋田牛これをですね扱ってくれるという、まあまあ、そういう中で実は、秋田のですね、秋田牛とともにその PR のポスターそういうものがあれば、秋田牛とともに秋田の、ね、観光宣伝もできるということで、これはですね早速今手配しています。また、台湾ではですね、だいぶ今年の冬のですね、このあと秋から冬にかけて、台湾の空港の整備が行われます、再整備、まあ、そういう関係で発着の、ね、時間帯が非常に狭まりますのでチャーター便がですね、かなり全体で減るんです。ただそういう中で、まあ、できるだけ言えば中華航空さんでは冬も含めて、まあ、最大限努力するというそういう感触も得てきました。いずれこれはさまざまな面で私ども台湾とはですね台湾の財界人の江さんが財界トップでございますので相当その県の顧問ということで頑張っていただいておりますので、まあ、そういう結果も反映したものと思います。あと、まあ、将来的な話で例えば今台湾では台湾の航空会社、まあ、新しい飛行機が、ね、どんどん入ってますので、まあ、そういう中で、秋田の定期便化というものもですね一応検討の
内容に入るという、まあ、そういう状況でございます。ただこれはすぐという話ではございませんで、まあ、それぞれの県がですね、まあ、いろんな状況がございますので、まあ、そういう中で私どもも、そういう定期便化についても要請をしてきたところでございます。いずれにしてもまた、秋田の食材を使った、まあ、レストランが非常に、お客さんが大変入っているという、まあ、私もそうで試食をしてきましたけれども、そういう意味で次第に、まあ、毎年言ってますけども年々そういう意味で、秋田のその、形がですねあちらの方で見えてきたという、まあ、そういう状況です。また7つの自治体の首長さんも独自にそれぞれ、台湾あるいは、まあ、台湾中心ですけども観光のね誘客あるいはさまざまな意味の交流そういう事業を考えていただいております。例えば仙北市では仙北の角館高校とタイの高校がですね、まあ、交流協定また大館市でもさまざまな意味で新しい市長さんが、まあ、そういう交流の糸口をつかもうということで今いろんな検討をしているということを、まあ、PR してございました。また三種町の町長さんでは例のサンドクラフトあれをですね、まあ、台湾でもやっているところがございまして、まあ、そういうところとの連携ということも考えているようでございます。まあ、これが一つでございます。もう一つはですね、10月の11日から12日にかけまして横手市の秋田ふるさと村ドーム劇場メイン会場に横手市市役所前の富士見大通りをサブ会場にいたしまして地域伝統芸能全国大会日本の祭り in 秋田2015を開催します。この大会は国内外の伝統芸能が一堂に会し演技を披露する大会でございまして県と横手市国の所管法人でございます。一般財団法人地域伝統芸能活用センターの共催事業でございます。昨年開催しました、国民文化祭では県内外の多くの方々に本県の文化に触れていただきましたともにその価値や継承する大切さを再認識していただいたところでございます。この国分祭の成果を継承し本県の伝統芸能や伝統行事を次の世代に伝えていくとともに本県の文化資源を活用し交流人口の拡大を図り地域の活性化につなげていくことを目的に開催するものでございます。メイン会場の観覧の申し込みはすでに締め切ったところでございますがサブ会場はご自由に観覧いただきますのでぜひとも多くの県民の皆さんに、おいでを願いたいと思います。この件について、詳しい内容は後ほど担当課よりご説明をいたします。私からは以上です。ありがとうございます。今の質問をお願いしたいんですが、トップセールス台湾と、あったんですけれども一番の、成果といいますか、今回の一番の成果、知事の中で印象に残っているもので結構なんですけれども、総括して、どんな効果があったかというのを一言お願いしたいんですが台湾のですね工業省、台湾に連絡、県でもですね連絡のそのディスクを設けてございますけれども、その1周年ということで、台湾政府からお招きをしましたところ工業省という大臣がこれに参考いただきました。またタイの工業大臣またタイの佐渡島大使もですねおいで願いまして、パーティーの方でも最後までほぼ最後まで、いてその出席をいただいております。そういう中で、タイで、秋田というのはまだそう知れておりませんけれども一番ありがたいと思うのは県人会が一生懸命今、秋田を売り込もうということでまた県人会のですね、会長さんが旅行会社の、トップでございましてまた、私たちもそこで県人会の、夜の会食をしたわけでございますが
そのホテルもやっております、まあ、そういうことでもうすでにこの秋に、タイの方から秋田のそのタイのその県人会の会長さんがですね、まあ、県人会の会長さんはこれかなり、まあ、あちらの、まあ日本人のその日本人というんですか、タイの中の日本人の実業界では相当その上の、まあね、トップクラスの方で、まあ、政府の要人とも、大変近づきがあるようでございまして、この秋に、台湾のですね、あ、私はタイのその要人の、まあ、要人というか、まあ、あってね、まあ、実業界のね、そういうご婦人を多数連れて、まあ、この秋田をですね、観光旅行すると、まあ、そういう方々が来ますと、まあ、秋田のね、その、いわゆる、いろんな面で周りに、ね、広がりますので、まあ、そういう県人会の皆さんが非常にそういう意味で秋田の、ね、ことを考えてもらっています。また、秋田からですね、すでに三十数社行ってまして、そこに大変なね、秋田の方々もいますので、県人会の人が皆さんが、まあ、新しく行くとね、まあ、パッとこちらから、そのあちらの会社に行くと、まあ、よくわからないですよ。そういうことをね、その、いろんな面をね、そのフォローしてもらっていると。で、また、これからのですね、タイの経済というのは非常に、まあ、まだまだ発展の途上でございますけれども、だんだんですね、日本からもですね、サプライヤー、この県のこの関係がですね、やっぱり必要になってきます。そうしますと、まあ、秋田の会社もね、そういうところの取引、そういうものがですね、進むわけでございますので、それをどうフォローするかという、まあ、そういう面でも、まあ、タイの工業省ともいろんな面で、現地の、ね、実情をお聞きしました。また、タイの大使館もですね、レクチャーを受けまして、これからのタイとの、まあ、経済交流、あるいは観光のその宣伝の仕方、まあ、ここら辺がですね、非常に、まあ、ある意味で、ためになったと。ただ、逆にためになったということはですね、相当我々も頑張らなきゃならない。まず、観光の面ではですね、紙は使わない。すべて、ネット、あるいは、そして、Wi-Fi 環境があるかないかが、まず、宿の第一要点。ということで、まあ、そういうことで我々もですね、今、県内のね、その Wi-Fi 環境、あるいはさまざまなその案内もですね、単に書いたものではなくて、相当ね、ホームページ等もですね、タイ語のしっかりしたものを作らなきゃならないという、まあ、そういうこともですね、あちらの方からの情報として勉強になりました。あと、台湾ですけども、台湾はですね、とにかくどこの県の知事もものすごいですね、そういうことで、まあ、競争の真っ只中にあって、チャーター便もですね、奪い合いです、まあ、そういう中で、まあ、江顧問の大変 お力添えもございまして、あちらの、まあ、例えば日中はね、まあ、ありていに言えば日中行った時はその支店長だとかね、まあ、そういう部長だとかクラスですけども、幸い夜の分について私、まあ、あちらの、ね、トップの CEO とか、ね、オーナーと会食の機会もいただきまして、まあ、そういうところで決まりますから、あっちの方はトップダウンですから上の方がいいというとですね、去年もです、まあ、行ったら次の日上の方からです、秋田に飛ばせと、すぐ飛ばせと、でもそういう命令が、ね、すぐ来るんですよ。ですからいかに、現場サイドに情報を、ね、与えながらトップと付き合うかというそういう人脈、これをですね、しっかり、守っていかなきゃならないというそういう意味で、まあ大変そういう意味でありがたかったです。それからあとですね、これは国土銀行さん、秋田銀行さんが両銀行とも非常に、タイ、秋田、それから台湾で頑張ってもらっています、まあ、そのおかげでさまざまな秋田の、まあ、ラーメン屋、一昨年行ったね、ラーメン屋さん、この店長さんからも、まあ、事情を聞きました。大変な競争だけでも、一応、
店長さんのね、そのオープンなそのみんなの板前で、家賃が非常に高い、それから、職人のね、の出入りが非常に激しいけれども、黒字でありますということで、そういう意味では、あと稲庭うどんも、まあ、今、佐藤陽介さんが2店目ですけども、その他、ロイヤルホストというところに、あれはファミリーですか、あれにその稲庭うどん、今、全部出てますけど、全店で、相当今、評判がいいということで、まあ、少しずつ良くなってるなと。まあ、こういうこともですね、まあ、両銀行さんが一生懸命ですね、いろんな面で売り込みに頑張っていただいております。まあ、そういう結果かなと思います。ですから、まあ、タイにしても台湾にしても、いずれ他の地域も、県、市町村、そして産業界、金融界、これがですね、一緒になってね、やることがですね、非常にある意味であちらの方もですね、受け取り止め方が、例えば航空会社に行ってもね、県だけではなくて、主な観光地の市長さん、町長さん、それから会議所さん、商工会議所、会頭、さらに金融機関ですからね、オールアキラというね、そういうイメージがね、出るんですね。まあ、そういうことで、まあ、非常に受けがいいという、まあ、そういうことではないかと思います。ありがとうございます。知事の発表に関して、各社からお願いします。産経新聞の渡辺です。バンコクで爆弾テロがありましたけれども、現地の状況はいかがでしたでしょうか。ですね、実はちょうどそのタイの工業大臣、それから、佐渡島大使をお招きして、まあ、晩餐会というかね、あちらのその方を招いて、まあ、交流会を開いて、ちょうどね、その時も秋田牛を出した、ね、秋田牛と秋田のお酒、非常に好評で、その時にその起こって、まあ、そういうことでほぼ私どもの終わりの頃ですね、起こって、ちょっとね、終わりよりも15分ぐらい早く、大臣もね、緊急で電話入って、お帰りになりましたけども、ただ、日本で思うよりも、あちらの方はですね、別にほとんどね、そういう感覚ないですね。爆発現場、私が泊まっているホテルから2キロ。ただ、その通りはですね、すぐ通行止めになったようですけども、その現場以外は全く平穏です。普通でした。それから、次の日はもうすでにすぐ交通解除がね、交通規制が解除されまして、現場、私も見たんです、現場、すぐ、通ったんです。写真撮ってきた人がいると思います。ただ、一般にね、そう、なんていうかね、この人のことにはね、日本みたいにね、まあ、ああいうことはね、そうはないでしょうけども、そんなにね、騒がないね。それで、大きいのは、一番ね、面白かったのは、ちょうど県人会、夜で、県人会はですね、もう、これね、私ども、県人会のね、その交流会やれるかどうか、ただね、県人会の方から、いやいや、関係ないです。いや、予定通りやります。やります。県人会の方に聞いたら、まあ、海外で暮らすには、この程度って言っていいか悪いか分かりません。まあ、これは私の言葉でないですから、こういうことはね、まあ、ままある。まあ、こういうことに合わないように、まあ、自ら身を守るという、そういう術をね、ある程度、持って、まあ、暮らさなきゃならないし、これで、我々がその、タイの国をね嫌うとかそういうことではないという、まあ逆にいくつかね教えられました。人のいるところにはねあまり密集するところにはなるべく、まあ、その爆弾以外もねスリだとかそういうものもありますので、そういうあまり密集したところには近づかない。それからねレストランに行ったら玄関のねそば窓際にはね席を取らないとかね、まあ、そういうことね、そういうのを日本人のね、まあ、県人会の人もね、分かってるんですね。ですから、日本のいるのと違って、やっぱり海外っていうのはですね、まあ、やっぱり治安はね、あそこもあれ、クーデターで、あの時も爆弾事件があったもんですから、ある程度そういうことはね、想定しながら、まあ、やってると。ただ、まあ、日本ではね、あれだけのね、死傷者が出るということは、我々もね、やっぱり考えられませんから、
まあ、若干、ね、あの不安はありましたけども、まずできるだけその県人会の方々の、ね、あのアドバイスに従って、まあ、少しあの町の、ね、中に行きたかったんですけども、まあ、それをちょっと、ね、控えて、まあ、ホテルに、まあ、からあまり出ないようにしました。他にありますか。すみません、幹事社質問移らせていただきます。まあ、先週あの、まあ、去年広島の方で、起きた大規模な土砂災害から、まあ、1年過ぎたわけなんですけれども、あの、まあ、国の方でも法律を改正して、まあ、あの改正 の、 その土砂災害防止法に基づいて、うん、まあ、県内でもあの警戒区域の指定というものに、まあ、取り組んではいるようなんですけれども、あの、まあ、県内あの山にも囲まれてますし、あの危険区域の指定はあっても警戒区域の指定の方がなかなか進まないというようなお話もちょっと耳にしているんですけれども、うんうん、あの、まあ、これから台風また近づいてくる時期でもありますし、あの県の方で、今後その土砂災害の警戒区域の指定の進め方というのは、ちょっと、まあ、知事のお考えとして何かありましたら教えていただきたいんですか。やはり7685箇所ありますけれども、26年度末で1681箇所非常にですね、まあ、これ平成十何年12年かなからですけども、ほとんどその、まあ、秋田県の場合そのこれまでもね、そういう大きな土砂災害がなかったという、まあ、そういうこともあったでしょうから、まあ、あまりね、あの進んでなかったことは事実です。ただ、まあ、あの田沢の、ね、あの事件、あの事故も、まあ、いうこともありまして、まあ、これはあの気象のね、あの集中豪雨も最近は多いようでございますので、とにかく早くやろうということで、特に27年、26年度は補正で少しやりましたけど、27年度からですね、大幅に予算を増やしまして、まあ、ただ、これはあの、金だけではね、やっぱり人的なその要素もございます。それから、あの地域のね、そのご理解もいなきゃならないということで、あの話し合いも必要ですので、まあ、そのまずは、全部ね、1年間ですぐできるというわけでございませんので、そのこれとは別に、まあ、25年の10月からさまざまね、あの看板を立てるとかね、その地域の実際の皆さんと、まあ、マップを利用して住民説明会などを行って、まあ、いろんなご説明をしています。その後の法律的なその手続き、これについては27年度から31年度まではね、もう5年間で残りを全部やろうということで、ただお金もね相当かかるんですよ。またあの秋田の場合ですね、どうもその他の県はですね、まあ他の県がいいか悪いか別にしてね、割とねその機械的にやってたんですよ。ただこれやるとね、土地の値段が下がる場合があるんですね。ですからやはりあの、まあ、秋田の場合は相当丁寧にその地元のね皆さんと話し合いを重ねてからあのやったと、まあ、そういうことでだいぶなかなか進まないということでありますので、ただ、国のね、国のそのルールもだいぶ変わって、ある程度簡略化できるようになりましたので、まあ、地元のそのご理解は言いながらもですね、スピードアップして、なんとかこの5年間で全部やり遂げようということで、今やってます。まあ、その基本調査の方がなかなか進まない場合は国の方から勧告もあるというようなお話もあるんですけれども、うん、まあ、そういったことのないようにまず進めるということで、これは国からもですね、一部交付金が来ますので、まあ、そういうことでなかなかですね、これ一つ一つ全部ね具体的に調査しますので、まあ、そこら辺まあ、一応国にはこの5年間でということで、まあ、相当頑張るような、まあ、そういう形です。ありがとうございます。これに関して何か各社さんから質問なければ、その他何かありましたら。
秋田先駆け新報社です。お疲れ様です。今日秋田商工会議所から、県と秋田市で整備する新しい文化施設について、要望がありました。これまでも県民との意見交換会、各文化団体からも、意見を聞くなどして相当、意見というのは出尽くした感もあると思うんですが、今後どのようにしていつまでにこの、建設予定地を絞り込んでいくのか教えてください。今秋田市ともですね、いろいろな面でその情報交換あるいは、これは県だけで決める問題でございませんので、秋田とも市ともですね、今協議を続けております。そういうことで、そう遅くない時期に一応ですね、その土地が決定かどうか別、一応ですね、そういう場所を、決めるとすると、その場所がもう果たしてできるのかどうか、実現して、あくまでもね、今まで その検討委員会はですね、こういうものが望ましい、そういうものがですね、そういうところにしっかり入るのか、あるいはそういうものを作った場合にどういう、周辺の整備が必要か、そういうことでまずいきなり決めて、ここに決めましたと、すぐ設計に入ると、その前の本格的な、本当の意味は基本計画、それを作るための、いろんな調査も必要ですので、一応こういう場所を想定した場合には、想定してやるとするとどうなるのかと、これがもう一回入ります。ですから、そういう場所の想定ですね、それについてはできるだけ早くやっていきたいと思います。すみません、それなんですけれども、例えば何箇所か候補地を示してそれで比較するということになるんでしょうか、それとも全く場所を決めないで、比較というよりも比較のしようがない場合もございますので、選ぶ場所で全く身内で県の土地でないところ何箇所かだったらいいんですけども、比べる基準がないところもございますので、また不可能な場所もございますので、そういうことがずっと、いろんな面から、ここでやるとすればという、そういうことになると思います。程度絞り込んで、例えば前いずれこれまでに、例えば秋田市長は秋頃までに決めたいと、そういうようなこともおっしゃってたようなんですけれども、そろそろ秋に入るということで、できるだけ、この上半期に決めたいと思います。県議会もございますしね、審議会もですから、県議会審議会の中で議論ができるようにという、そういうことからすると、今盛んに詰めていると。これに関してはよろしいでしょうか。なければじゃあ、はい、戦後70年の安倍総理の談話についてどのように評価されてますか。いろんな評論がございますけれども、今のその日本の置かれている状況、前のですね、例えば、橋本さんか、前は小泉さん、村山さん、あの時とね、その状況がね、だいぶ例えば中国韓国との状況と違うんですね。ですから、いろんなその状況の違いの中で、あのような表現で、確かに、間接話法が非常に多かったわけでございますが、やっぱり日本のね、相対的な国益というものを考えた場合は、いろんな議論はありますけれども、まず一定のああいう状況の表のに、相当熟慮して、実行熟慮してああいう表現をしたのではないかということで、評価はさせていただきます。もう時間ですので締め切りますけれども、今の戦後の談話に関しては特に質問ないでしょうか。なければ終わります。はい、どうもありがとうございました。はい。